日本語は難しいですか？日本語は難しいですか？日本語は難しいですか？ It's Japanese difficult? 日本語は難しいですか？はい、でも頑張って勉強します。はい、でも頑張って勉強します。はい、でも頑張って勉強します。Yes, but I will study hard. はい、でも頑張って勉強します。インド料理とタイ料理、どっちが辛いですか？インド料理とタイ料理、どっちが辛いですか？インド料理とタイ料理、どっちが辛いですか？ Which is spicier, Indian or Thai food? インド料理とタイ料理、どっちが辛いですか？私は韓国人の友達が欲しいです。私は韓国人の友達が欲しいです。私は韓国人の友達が欲しいです。I'd like to have Korean friends. 私は韓国人の友達が欲しいです。今どんな本を読んでいますか？今どんな本を読んでいますか？今どんな本を読んでいますか？ What books are you reading now? 今どんな本を読んでいますか？次の信号で左に曲がってパン屋の前で止めてください。次の信号で左に曲がってパン屋の前で止めてください。次の信号で左に曲がってパン屋の前で止めてください。 At the next traffic light, turn left and stop in front of the bakery. 次の信号で左に曲がってパン屋の前で止めてください。寒いですね、窓閉めましょうか。寒いですね、窓を閉めましょうか。寒いですね、窓を閉めましょうか。 It's cold.Shall I close the window? 寒いですね、窓を閉めましょうか。すみません、コーヒーを2つお願いします。砂糖とミルクはいりません。すみません、コーヒーを2つお願いします。砂糖とミルクはいりません。すみません、コーヒーを2つお願いします。砂糖とミルクはいりません。 Excuse me, two coffees please, no sugar or milk. すみません、コーヒーを2つお願いします。砂糖とミルクはいりません。銀行でお金を下ろしてからデパートで買い物します。銀行でお金を下ろしてからデパートで買い物します。
銀行でお金を下ろしてからデパートで買い物します。 I'll withdraw money at the bank and then shop at department stores. 銀行でお金を下ろしてからデパートで買い物します。誰に地図を描いてもらいましたか？誰に地図を描いてもらいましたか？誰に地図を描いてもらいましたか？ Who drew the map for you? 誰に地図を描いてもらいましたか？海で泳いだことある？よかったら一緒に行かない？海で泳いだことある？よかったら一緒に行かない？海で泳いだことある？よかったら一緒に行かない？ Have you ever swum in the sea? Would you like to go with me? 海で泳いだことある？よかったら一緒に行かない？明日雨が降ったらお祭りはありません。明日雨が降ったらお祭りはありません。明日雨が降ったらお祭りはありません。 If it rains tomorrow, there will be no festival. 明日雨が降ったらお祭りはありません。サラさんが子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか？サラさんが子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか？サラさんが子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか？サラ、Did your father play with you a lot?When you were a child? サラさんが子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか？桜桜を日本語で歌うことができます。桜桜を日本語で歌うことができます。桜桜を日本語で歌うことができます。 I can sing Sakura Sakura in Japanese. 桜桜を日本語で歌うことができます。一日に何回薬を飲まなければなりませんか？一日に何回薬を飲まなければなりませんか？1日に何回薬を飲まなければなりませんか？ How many times a day should I take the medicine? 1日に何回薬を飲まなければなりませんか？北海道と沖縄どちらに行きたいですか？北海道と沖縄どちらに行きたいですか？北海道と沖縄どちらに行きたいですか？ Which would you like to go to? 北海道 or 沖縄？北海道と沖縄どちらに行きたいですか？去年お父さんの誕生日にサッカーのチケットをあげました。去年お父さんの誕生日にサッカーのチケットをあげました。去年お父さんの誕生日にサッカーのチケットをあげました。Last year, I gave my dad soccer tickets for his birthday. 去年、お父さんの誕生日に
サッカーのチケットをあげました。長い休みをもらったら、いろいろな国を旅行したいです。長い休みをもらったら、いろいろな国を旅行したいです。長い休みをもらったら、いろいろな国を旅行したいです。If I get a long vacation, I would like to travel to many different countries. 長い休みをもらったら、いろいろな国を旅行したいです。駅と学校の間に大きな公園があります。駅と学校の間に大きな公園があります。駅と学校の間に大きな公園があります。There is a large park between the station and the school.駅と学校の間に大きな公園があります。私の兄は東京の大学で美術を教えています。私の兄は東京の大学で美術を教えています。私の兄は東京の大学で美術を教えています。My brother teaches art at a university in Tokyo. 私の兄は東京の大学で美術を教えています。あっちのスーパーでナンプラを売ってます。こっちのスーパーにはありません。あっちのスーパーでナンプラを売っています。こっちのスーパーにはありません。あっちのスーパーでナンプラーを売っています。こっちのスーパーにはありません。They sell fish sauce at a supermarket over there. This supermarket doesn't have it. あっちのスーパーでナンプラーを売っています。こっちのスーパーにはありません。私は結婚しています。あなたとは結婚できません。私は結婚しています。あなたとは結婚できません。私は結婚しています。あなたとは結婚できません。I am married. I cannot marry you.私は結婚しています。あなたとは結婚できません。ここに住所と電話番号を書いてください。ここに住所と電話番号を書いてください。ここに住所と電話番号を書いてください。Write your address and phone number here. ここに住所と電話番号を書いてください。来週大阪で会議があります。来週大阪で会議があります。来週大阪で会議があります。I have a meeting in Osaka next week. 来週大阪で会議があります。マイケルはカリナさんのことが好きだと思いますか？マイケルはカリナさんのことが好きだと思いますか？マイケルはカリナさんのことが好きだと思いますか？Do you think Mike likes Karina? マイケルはカリナさんのことが好きだと思いますか？
ちょっと音が小さいです。大きくしてください。ちょっと音が小さいです。大きくしてください。ちょっと音が小さいです。大きくしてください。The sound is a little low. Please make it louder. ちょっと音が小さいです。大きくしてください。ラルさんにカレーの作り方を教えてもらいました。ラルさんにカレーの作り方を教えてもらいました。ラルさんにカレーの作り方を教えてもらいました。Mr. Lau taught me how to make curry. ラルさんにカレーの作り方を教えてもらいました。明日渋谷のカフェに行くけど一緒に行かない？明日渋谷のカフェに行くけど一緒に行かない？明日渋谷のカフェに行くけど一緒に行かない？ I'm going to a cafe in Shibuya tomorrow. Do you wanna go with me?明日渋谷のカフェに行くけど一緒に行かない？土曜日は彼女と横浜へ中国料理を食べに行きます。土曜日は彼女と横浜へ中国料理を食べに行きます。土曜日は彼女と横浜へ中国料理を食べに行きます。On Saturday, I'm going to Yokohama for Chinese food with my girlfriend. 土曜日は彼女と横浜へ中国料理を食べに行きます。アメリカ人の家に泊まったことがあります。アメリカ人の家に泊まったことがあります。アメリカ人の家に泊まったことがあります。I have stayed at an American's house. アメリカ人の家に泊まったことがあります。辞書持ってきた？ううん、持ってこなかった。辞書持ってきた？ううん、持ってこなかった。辞書持ってきた？ううん、持ってこなかった。Did you bring a dictionary? No, I didn't. 辞書持ってきた？ううん、持ってこなかった。休みの日は部屋を掃除したり、買い物に行ったり、料理をしたりします。休みの日は部屋を掃除したり、買い物に行ったり、料理をしたりします。休みの日は部屋を掃除したり、買い物に行ったり、料理をしたりします。On my days off, I clean my room, go shopping, and cook. 休みの日は部屋を掃除したり、買い物に行ったり、料理をしたりします。時間があったらちょっと手伝って。時間があったらちょっと手伝って。時間があったらちょっと手伝って。If you have time, help me out a little. 時間があったらちょっと手伝って。私は韓国語がわかりません。
中国語は少しわかります。私は韓国語がわかりません。中国語は少しわかります。私は韓国語がわかりません。中国語は少しわかります。I don't know Korean. I understand a little Chinese. 私は韓国語がわかりません。中国語は少しわかります。食事の前に手を洗ってください。食事の前に手を洗ってください。食事の前に手を洗ってください。Wash your hands before eating. 食事の前に手を洗ってください。トイレの後にも手を洗ってください。トイレの後にも手を洗ってください。トイレの後にも手を洗ってください。Wash your hands after using the restroom as well. トイレの後にも手を洗ってください。明日お母さんの誕生日パーティーに来るでしょ？明日お母さんの誕生日パーティーに来るでしょ？明日お母さんの誕生日パーティーに来るでしょ？ You'll be at your mom's birthday party tomorrow, right? 明日お母さんの誕生日パーティーに来るでしょ？日本では食べる前にいただきますと言います。日本では食べる前にいただきますと言います。日本では食べる前にいただきますと言います。In Japan, we say いただきます before eating.日本では食べる前にいただきますと言います。暑いですね。冷たいジュースでも飲みませんか？暑いですね。冷たいジュースでも飲みませんか？暑いですね。冷たいジュースでも飲みませんか? It's hot. Why don't you drink some juice? 暑いですね。冷たいジュースでも飲みませんか? 私はビールがいいです。私はビールがいいです。私はビールがいい。です。I prefer beer. 私はビールがいいです。週末雨が降っても洗濯します。週末雨が降っても洗濯します。週末雨が降っても洗濯します。We do laundry on weekends, even if it rains. 週末、雨が降っても洗濯します。今、私のこと可愛いって言った？今、私のこと可愛いって言った？今、私のこと可愛いって言った？Did you just call me cute? 今、私のこと、かわいいって言った？この緑のボタンを押すと、お釣りが出てきます。この緑のボタンを押すと、
お釣りが出てきます。この緑のボタンを押すとお釣りが出てきます。Press this green button to get your change. この緑のボタンを押すとお釣りが出てきます。日本に行ったら何をしたいですか？日本に行ったら何をしたいですか？日本に行ったら何をしたいですか？ What would you like to do when you go to Japan? 日本に行ったら何をしたいですか？アニメのお店に行って買い物をしたいです。アニメのお店に行って買い物をしたいです。アニメのお店に行って買い物をしたいです。 I want to go to the anime store and shop. アニメのお店に行って買い物をしたいです。これお土産のお菓子です。どうぞ。これお土産のお菓子です。どうぞ。これお土産のお菓子です。どうぞ。This is a souvenir snacks. Here you go. これお土産のお菓子です。どうぞ。漢字はもう習いましたか？漢字はもう習いましたか？漢字はもう習いましたか？ Have you learned 漢字 yet? 漢字はもう習いましたか？今朝冷たい牛乳を飲みました。今朝冷たい牛乳を飲みました。今朝冷たい牛乳を飲みました。This morning I had a glass of cold milk. 今朝冷たい牛乳を飲みました。昨日のパーティーで天ぷらが一番美味しかった。昨日のパーティーで天ぷらが一番美味しかった。昨日のパーティーで天ぷらが一番美味しかった。Tempura was the best at the party yesterday. 昨日のパーティーで天ぷらが一番美味しかった。コーヒーと紅茶、どっちがいい？コーヒーと紅茶、どっちがいい？コーヒーと紅茶、どっちがいい？ Coffee or tea? コーヒーと紅茶、どっちがいい？今日は暑いから駅まで迎えに行きましょうか？今日は暑いから駅まで迎えに行きましょうか？今日は暑いから駅まで迎えに行きましょうか。 It's hot today. Shall I pick you up at the station? 今日は暑いから駅まで迎えに行きましょうか。毎朝6時に起きて7時半に会社に行きます。毎朝6時に起きて7時半に会社に行きます。毎朝6時に起きて7時半に会社に行きます。 I get up at 6 and go to work at 7:30 every morning. 毎朝6時に起きて7時半に会社に行きます。先生はタバコを吸いますか？先生はタバコを吸いますか？
先生はタバコを吸いますか? Do you smoke? 先生はタバコを吸いますか? いいえ、タバコは嫌いです。いいえ、タバコは嫌いです。いいえ、タバコは嫌いです。No, I don't like cigarettes. いいえ、タバコは嫌いです。郵便局へ切手を買いに行きます。郵便局へ切手を買いに行きます。郵便局へ切手を買いに行きます。I go to the post office to buy stamps. 郵便局へ切手を買いに行きます。毎晩寝る前に日記を書きます。毎晩寝る前に日記を書きます。毎晩寝る前に日記を書きます。I write in my journal every night before bed. 毎晩寝る前に日記を書きます。この会社に外国人は何人いますか?この会社に外国人は何人いますか?この会社に外国人は何人いますか? How many foreigners are there in this company? この会社に外国人は何人いますか? 昨日から熱が少しあります。喉も痛いです。昨日から熱が少しあります。喉も痛いです。昨日から熱が少しあります。喉も痛いです。I have a slight fever since yesterday. I also have a sore throat. 昨日から熱が少しあります。喉も痛いです。この店はちょっと高いですね。この店はちょっと高いですね。この店はちょっと高いですね。This shop is a bit expensive. この店はちょっと高いですね。今年の夏休みはどこに行きましたか?今年の夏休みはどこに行きましたか?今年の夏休みはどこに行きましたか? Where did you go on summer vacation this year? 今年の夏休みはどこに行きましたか?ここは緑が多くて静かな街ですね。ここは緑が多くて静かな街ですね。ここは緑が多くて静かな街ですね。It's a very green and quiet town here. ここは緑が多くて静かな街ですね。保険証は来月持ってきてください。保険証は来月持ってきてください。保険証は来月持ってきてください。Bring your health insurance card next month. 保険証は来月持ってきてください。
まり寒くないですから、ストーブをつけなくてもいいです。あまり寒くないですから、ストーブをつけなくてもいいです。あまり寒くないですから、ストーブをつけなくてもいいです。It's not very cold, so you don't need to turn on the stove. あまり寒くないですから、ストーブをつけなくてもいいです。あ、サントスさん、今晩はお風呂に入らないでくださいね。あ、サントスさん、今晩はお風呂に入らないでくださいね。あ、サントスさん、今晩はお風呂に入らないでくださいね。Oh, Mr. Santos, please do not take a bath tonight.あ、サントスさん、今晩はお風呂に入らないでくださいね。今までどのくらい日本語を勉強しましたか？今までどのくらい日本語を勉強しましたか？今までどのくらい日本語を勉強しましたか？How long have you studied Japanese? 今までどのくらい日本語を勉強しましたか？両親は東京ディズニーランドの近くに住んでいます。両親は東京ディズニーランドの近くに住んでいます。両親は東京ディズニーランドの近くに住んでいます。My parents live near Tokyo Disneyland. 両親は東京ディズニーランドの近くに住んでいます。これを回すと熱いお湯が出ます。これを回すと熱いお湯が出ます。これを回すと熱いお湯が出ます。When you turn this, hot water comes out. これを回すと熱いお湯が出ます。図書館へ本を返しに行きます。図書館へ本を返しに行きます。図書館へ本を返しに行きます。I go to the library to return books. 図書館へ本を返しに行きます。ここで写真を撮らないでください。ここで写真を撮らないでください。ここで写真を撮らないでください。Please do not take pictures here. ここで写真を撮らないでください。カナダに友達がいます。カナダに友達がいます。カナダに友達がいます。I have a friend in Canada. カナダに友達がいます。レポートは今日出さなくてもいいです。レポートは今日出さなくてもいいです。レポートは今日出さなくてもいいです。You don't have to submit your report today. レポートは今日出さなくてもいいです。朝コーヒーを飲んでから学校に行きます。朝コーヒーを飲んでから学校に行きます。朝コーヒーを飲んでから学校に行きます。
drink coffee in the morning and then go to school. 朝コーヒーを飲んでから学校に行きます。趣味は漫画を読むことです。古い漫画が好きです。趣味は漫画を読むことです。古い漫画が好きです。趣味は漫画を読むことです。古い漫画が好きです。My hobby is reading manga. I like old one. 趣味は漫画を読むことです。古い漫画が好きです。9月ですからだんだん涼しくなりますよ。9月ですからだんだん涼しくなりますよ。9月ですからだんだん涼しくなりますよ。It is September, so it will get cooler little by little. 9月ですからだんだん涼しくなりますよ。先週の日曜日は休みじゃありませんでした。先週の日曜日は休みじゃありませんでした。先週の日曜日は休みじゃありませんでした。Last Sunday was not a day off. 先週の日曜日は休みじゃありませんでした。マイケルはハンサムだけどいい人ではない。ユンさんはハンサムではないけどいい人。マイケルはハンサムだけどいい人ではない。ユンさんはハンサムではないけどいい人。マイケルはハンサムだけどいい人ではない。ユンさんはハンサムではないけどいい人。Michael is handsome but not nice. Mr. Yun is not handsome but a nice guy. Michael はハンサムだけどいい人ではない。ユンさんはハンサムではないけどいい人。あ、もしもし、お母さん、かわいい子猫を連れて帰ってもいい？もしもし、お母さん、かわいい子猫を連れて帰ってもいい？もしもし、お母さん、かわいい子猫を連れて帰ってもいい？ Hello, ma'am. Can I bring home a cute little kitten? もしもし、お母さん、かわいい子猫を連れて帰ってもいい？この中に社長との食事に行かなかった人はいますか？この中に社長との食事に行かなかった人はいますか？この中に社長との食事に行かなかった人はいますか？ Is there anyone among you who didn't go to dinner with the president? この中に社長との食事に行かなかった人はいますか？これ隣の人にもらったけど食べる？これ隣の人にもらったけど食べる？これ隣の人にもらったけど食べる？ This was given to me by a neighbor. Do you want some? これ隣の人にもらったけど食べる？あなたを連れて行きたいところがあります。
あなたを連れて行きたいところがあります。あなたを連れて行きたいところがあります。 There is a place I would like to take you. あなたを連れて行きたいところがあります。このメガネをかけている人が父で、その左が母です。このメガネをかけている人が父で、その左が母です。このメガネをかけている人が父で、その左が母です。 Here, the one wearing glass is my father, and to his left is my mother. このメガネをかけている人が父で、その左が母です。明日は私がお弁当を作りますね。明日は私がお弁当を作りますね。明日は私がお弁当を作りますね。Tomorrow I will make your lunch. 明日は私がお弁当を作りますね。こんにちは、久しぶりですね。今日はどのくらい切りましょうか。こんにちは、久しぶりですね。今日はどのくらい切りましょうか。こんにちは、久しぶりですね。今日はどのくらい切りましょうか。Hello, it's been a while. How much hair should I cut today?こんにちは、久しぶりですね。今日はどのくらい切りましょうか。ねえカリナ、マイケルとデートしたって本当？ねえカリナ、マイケルとデートしたって本当？ねえカリナ、マイケルとデートしたって本当？Hi, Karina. Is it true that you dated Michael? ねえ、カリナ、マイケルとデートしたって本当？おばあちゃんは足の調子が悪いとき、お母さんと病院に行きます。おばあちゃんは足の調子が悪いとき、お母さんと病院に行きます。おばあちゃんは足の調子が悪いとき、お母さんと病院に行きます。When grandma has a problem with her leg, she goes to the hospital with my mother. おばあちゃんは足の調子が悪いとき、お母さんと病院に行きます。おめでとう。赤ちゃんはいつ生まれるの？おめでとう。赤ちゃんはいつ生まれるの？おめでとう。赤ちゃんはいつ生まれるの？ Congratulations. When will the baby be born? おめでとう。赤ちゃんはいつ生まれるの？ゴルフはしたことがありません。お金がかかりますか？ゴルフはしたことがありません。お金がかかりますか？ゴルフはしたことがありません。お金がかかりますか？ I've never played golf before. Does it cost money?ゴルフはしたことがありません。お金がかかりますか？先生、サントスさんがいません。電話もありません。先生、サントスさんがいません。電話もありません。先生、
サントスさんがいません。電話もありません。先生、Mr. Santos is not here. He hasn't called either. 先生、サントスさんがいません。電話もありません。子供の名前を考えたよ。男の子だったらトビオ、女の子だったらキヨコはどうかな。子供の名前を考えたよ。男の子だったらトビオ、女の子だったらキヨコはどうかな。子供の名前を考えたよ。男の子だったらトビオ、女の子だったらキヨコはどうかな。I've thought of names for our children. How about Tobio for a boy or Kiyoko for a girl? 子供の名前を考えたよ。男の子だったらトビオ、女の子だったらキヨコはどうかな。隣のおばあさんは元気ですか？面白い人ですよね。隣のおばあさんは元気ですか？面白い人ですよね。隣のおばあさんは元気ですか？面白い人ですよね。How is the old lady next door?She's an interesting person, isn't she? 隣のおばあさんは元気ですか？面白い人ですよね。社長の部屋の棚の上に箱があります。社長の部屋の棚の上に箱があります。社長の部屋の棚の上に箱があります。 There is a box on the shelf in the president's room. 社長の部屋の棚の上に箱があります。その箱の中にお菓子が入っていますよ。その箱の中にお菓子が入っていますよ。その箱の中にお菓子が入っていますよ。There are sweets in that box. その箱の中にお菓子が入っていますよ。家族の中で誰が一番歌が上手ですか？家族の中で誰が一番歌が上手ですか？家族の中で誰が一番歌が上手ですか？ Who in your family is the best singer? 家族の中で誰が一番歌が上手ですか？私の部屋にIKEAで買った白い椅子があります。私の部屋にIKEAで買った白い椅子があります。私の部屋にIKEAで買った白い椅子があります。I have a white chair in my room that I bought at IKEA. 私の部屋にIKEAで買った白い椅子があります。その荷物重くないですか？私が持ちましょう。その荷物重くないですか？私が持ちましょう。その荷物重くないですか？私が持ちましょう。Isn't that luggage heavy? Let me carry it. その荷物重くないですか？私が持ちましょう。あ、それは柚子胡椒です。たくさん入れたら辛いですよ。それは柚子胡椒です。
たくさん入れたら辛いですよ。それは柚子胡椒です。たくさん入れたら辛いですよ。 That's 柚子胡椒。 It is spicy if you put a lot of it。 それは柚子胡椒です。たくさん入れたら辛いですよ。大丈夫ですか？ 水を持ってきましょうか。大丈夫ですか？水を持ってきましょうか。大丈夫ですか？水を持ってきましょうか。Are you alright? Shall I bring you some water? 大丈夫ですか？水を持ってきましょうか。来週は引っ越しの準備があるから忙しいです。来週は引っ越しの準備があるから忙しいです。来週は引っ越しの準備があるから忙しいです。 I'll be busy next week getting ready to move。 来週は引っ越しの準備があるから忙しいです。パパ、今日はトビオの誕生日よ。ケーキを忘れないでね。パパ、今日はトビオの誕生日よ。ケーキを忘れないでね。パパ、今日はトビオの誕生日よ。ケーキを忘れないでね。 Darling, it's Tobio's birthday. Don't forget the cake. パパ、今日はトビオの誕生日よ。ケーキを忘れないでね。 ワンさんが国に帰ったら寂しくなります。いろいろありがとうございました。ワンさんが国に帰ったら寂しくなります。いろいろありがとうございました。ワンさんが国に帰ったら寂しくなります。いろいろありがとうございました。 Mr. Wine, I will miss you when you go back to your country. Thank you for everything.ワンさんが国に帰ったら寂しくなります。いろいろありがとうございました。終わりまで見て聞いてくれてありがとうございました。日本語の勉強頑張ってください。終わりまで見て聞いてくれてありがとうございました。日本語の勉強頑張ってください。終わりまで見て聞いてくれてありがとうございました。日本語の勉強頑張ってください。 Thank you for watching and listening until the end. Good luck with your Japanese studies. 終わりまで見て聞いてくれてありがとうございました。日本語の勉強頑張ってください。バイバイ。またね。バイバイ。